皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長の志郎です。今回の動画は週刊カメラニュースとなります。今週気になった新製品情報やトピックスの中から気になったものについて好き勝手に喋っています。今週気になった新製品情報とトピックスはご覧の通りとなっています。それでは新製品情報から喋っていきましょう。新製品情報をまず最初はキヤノンです。 RF800mm F5.6L ISUSM と RF1200mm F8FL ISUSM が近日中に発表するのではないかという噂が出てきました。このね、RF800mm に関して言うと、おそらくは新設計ではなく EF マウントの、ね、RF 版だと思います。そういうのはね、以前にも42波とかでもね、あったので、そういうのは信憑性があるのですが、これね、1200mm F8 っていうのはね、今までなかったものなので、実際にね、特許申請があったのかね、ちょっと覚えてないんですけど、この辺はね、本当にあくまで噂話っていうレベルではないでしょうか。キヤノンの方はね、今年は EOS-R シリーズに力を入れていくと言ってるので、あながちね、噂止まりではないと思うのですが、少なくとも 800mm は CP プラスも近いということもあって、発表されるのではないかと思います。続いてはニコンです。 Z800mm F6.3VRS が近日中に、おそらく CP プラス2022の前に発表されるのではないかという噂が出てきています。もうすでにですね、 B&H フォトの方に Z800mm F6.3VRS をサイト日本に掲載しているので、ほぼ確定ではないかと思われます。詳しいスペックというのはわからないんですが、このレンズは PF レンズを採用していて、口径の方もね、若干小さくなっているというので、従来の F マウントのレンズに比べるとコンパクトで使いやすいレンズになりそうです。あとはですね、価格の方がどのぐらいになるかというところが気になるところですね。続いては OM デジタルソリューションです。先週もお伝えしたように OM-1 が正式に発表されました。スペックに関しては先週お伝えした内容とほぼ同じでした。非常にね、魅力的なカメラとなっていて、フルサイズがね、でかくて重いと思われている人にとっては非常に魅力的なカメラだと思います。ただ今回はオリンパスという名称が使われていたのですが、これがね、今回で最後になるのではないかと言われています。メーカーの人もね、発表の時にオリンパス自体の OM-1 に対するリスペクトも含めてのオリンパスという名前のね、起用だったので、もう次のカメラからは使っていかないような可能性が高くなっています。続いてはパナソニックです。現在は非公開になっているのですが、メマークスタジオの方で GH6 の先行レビュー動画が公開されていて、そこに外観や細かいスペック、特徴などが明らかになっていました。主なスペックとしてはこのような感じとなっています。残念ながらね、 AF の方は位相差 AF は搭載されていないのですが、 AF の演算処理速度が3倍になっているので、 AF 速度もかなり速くなっているみたいですね。あと暗所性能なんかも GH5-2 に比べるとかなり抑えられているようで、 ISO3200 ぐらいまでは普通に使えるみたいです。その他としてはですね、ローリングシャッター現象をかなり抑えられているみたいですし、 GH6 でも一色画素のハイレゾ撮影ができるみたいです。動画の方に関して言うと 4K120p だけではなくて 5.7K60p も収録できるようです。当然ね、収録時間に関しては無制限となっています。メモリーカードスロットに関して言うとダブルスロットになっていて、片方は CF エクスプレスタイプ B となっています。そして質量の方は 730g となっていて、価格の方はボディ単体で26万3000円、レンズキットの方は33万7000円となっているみたいです。外観に関しては GH5-2 を強襲しているみたいですね。前面にレッグボタンを採用したということもあって、今まで以上に録画の方に特化したカメラというふうなコンセプトになっているみたいです。背面はこのような感じですね。基本的には GH5-2 と同じなのですが、 AF オンボタンが独立しているところが主な違いではないでしょうか。上面から見るとこのような感じとなってますね。グリップが大型化されているのと、あとレッグボタンが背面液晶側に移動しているというところが大きな違いではないでしょうか。続いては側面ですね。先ほども言ったようにメモリーカードスロットがダブルスロットで、1つが CF エクスプレスタイプ B スロットになっています。反対側がこのような感じになっていて、 HDMI はフルサイズとなっています。そして USB 端子の方なんですけど、 PD 対応の USB 端子で USB3.2Gen2 となっています。このような感じとなっていて、 GH5-2 に比べると位相差 AF は搭載されていないのですが、 AF の方は大幅に進化しているみたいですね。あとはより一層動画に特化したカメラとなっていて、
チルはオリンパス、MB はパナソニックという住み分けが成立しつつあるような感じがします。新製品情報、最後はシグマです。2月21日に3本の X マウントレンズがついに発表になるのではないかと言われています。2月9日のオンライン発表会では X マウントのレンズが発表されなかったのですが、こちらのね、2月の21日には本当に、ね、発表されるんですかね。発表されるとすれば 16mmF1.4、30mmF1.4、56mmF1.4 のコンテンポラリーシリーズではないかと言われています。このレンズなんですけど、もうすでにね、 EFM レンズや E マウントレンズで発表されているものの X マウントレンズになるようなので、絞りリングはね、おそらくつかないのではないかなと思われます。スペックに関しても大幅な変更はないと思うので、まあ、マウントをね、変えただけというレンズになりそうです。ただね、シグマからも待望の X マウントレンズが出るということなので、結構期待している人は多いのではないでしょうか。このね、 DCDN コンテンポラリーシリーズは今のところ望遠単焦点レンズがラインナップにないので、 X マウントレンズが売れればね、また開発の弾みにもなると思うので、本当にね、発表されるのであれば売れてほしいなと思います。新製品情報については今週気になったトピックスです。タムロンの方が2021年通年期決算を発表しました。これね、なかなか面白い話題が出ていたので、ちょっとね、その辺を拾ってみたいと思います。タムロンに関して言うと、レンズの方はね、好調なんですが、今後2年以内に20本近くまでのレンズを発表していくみたいです。なのでね、年に4本から6本ぐらいのリリースをやっていくみたいですね。あとは新しいマウントなんかもね、積極的に対応していくということなのですが、OEM 商品としてもね、 OEM の方も積極的にやっていくということなので、機械時ではありますが Z マウントの 2875F2.8 のような供給方法もあると思われます。 Z マウントに関しては APS-C マニュアルフォーカスレンズなのですが、コシナからもね、発売されているので、エントリー向けの Z マウントレンズに関してはタムロンから OEM 供給をするのかもしれませんね。今週気になったトピックス、もう一つが、リコーが一眼レフミーティング2022の開催を告知しています。リコーが自身の YouTube チャンネルの方で、一眼レフカメラ継ぎのためのイベント、一眼レフミーティング2022のオンライン開催をアナウンスしています。こちらの方なんですけど、ライブ配信を見るためには事前の申し込みが必要なんですが、ペンタックスユーザーだけでなくて、他社の一眼レフユーザーも大歓迎ということなので、結構ね、面白いミーティングになるのではないかなと思っています。これがね、好調だったら定期的な配信となると思うので、一眼レフ好きの方はね、ぜひ事前登録して参加の方をしてみればいいのではないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。今週はね、やっぱりオリンパスの OM デジタルソリューションズの OM1 ではないでしょうか。 EM1 Mark III から比べると大幅な進化となっていて、非常に魅力的なカメラとなっています。それでいてね、フラッグシップにもかかわらず25万というのは、なかなかコストパフォーマンスの高いカメラではないかなと思ってます。個人的にもね、今 APS-C 使ってますが、動体撮影は OM1 にね、変更してもいいのかなと思ってます。あとは今週はいよいよ GH6 が発表されるみたいですね。結構ね、ユーザーからすると基礎再 F を積んでないということでがっかりされている人も多いと思うのですが、その辺はね、パナソニックの方も重々分かっていると思うので、今のコントラスト AF の状態でどこまでね、 AF が進化しているのかっていうのがね、非常にね、気になるところでもありますし、楽しみなところでもあります。そしてね、今週末はいよいよ CP プラスの方も開幕となります。残念ながらね、会場での開催は中止となっていますが、オンラインの方ではね、いろいろと各社やるみたいなので、そちらの方もね、非常に楽しみとなっています。というわけで、今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースが面白かったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシローでした。ごきげんよう。
Thank you.